What's up, boys and girls? どうも皆さん、こんにちは。テッド・マーキュリーです。ヒットマン2017バンコクタイのミッションですね。27クラブで、またもや、昇格の力を見せつけてやろうということで、今回はジョーダン・クロスと剣網ガンを昇格機を使ってサイレント・アサシン、暗殺していきたいと思います。で、もちろんいつも通り気絶殺害等々は全てなしでいきますね。で、47 IO スーツ、ICA19 のピストル、リモコン式ブリーチングチャージ、コイン。まあ、ピストルに関しましてはどっちでもいいんですけどね。で、開始時点はですね、ここじゃなくて47のスイートルームを選択します。それじゃあ行きましょう。It's go time。よし、レッツスタート。はい、まずはですね、扉を出まして、すぐ正面に消火器があります。よいしょ。でですね、ピストルに持ち替えて、あ、だからここで監視カメラ壊すのに、ピストル持ってきた方がいいですね。ほっ。で、こちら PC、パソコン版ですね。なんだ今の。パソコン版のヒットマンに、プレイステーション4のコントローラーをつなげてプレイしております。さあ、まずはジョーダン・クロスの方から暗殺しまして、その次に剣網ガンに行くという感じで、上に監視カメラがある。で、これがちょっと邪魔になってくるんで、よいしょ。監視カメラを破壊すると。なあ、何か見てきてくれるか？わかった。おい、誰かいるのか？物を投げるのはやめろ！ちょっと待ってくれよ。誰もいない。多分風かなんかだろう。それ俺が持ってこうか。ああ、行けない。もうちょっと待機ですね。お前いつもそれな。で、その目も誰やって？あのバルコニーから外に出てパイプ伝って上に上がっていくんですけど、いや余計に早く持ってかなきゃやべえだろ。よしよし。さーてと、ジョーダン・クロスで、今回ね、消火器使って暗殺するんですけど、そんなほど難しくないんで、結構簡単にクリアできるかなと思います。さあ、入りまして、ここも開ける。で、まっすぐ行きますと、すぐに消火器があるんで。お前はどっち派だ？事故か他殺か。金持ちの有名人だからって、わざわざ使いたがるんだ。ウエス。あとはね、ここでもうひたすら待つのみなんですよね。待ってると、いつかターゲットが前から来るんですけど。ちぎれたノエルにフライパンで叩かれたっけな。今回はリボルバー持参でスタジオに立てこもって。今そこか。はい、というわけで、ここ待ってるとターゲット来るんで、ちょっとここで待ちましょう。はい、というわけで来ましたね。戻ったぜ、サヤロ。あれがジョーダン・クロスよ。数形と憎悪を等しく集める男。カモン。ご苦労。ターゲットダウン。次は剣網ガンよ。現在地から目撃することは特にありません。さーてと、次は剣網ガンですね。危ねえ。
来てくれるかな。ゼクシーが。さあ、でここちょっと麦わら帽子のおっさんがいるんで、なんだ、誰かいるのか。よし、さてと。で、モーガンさんは1階なんで、階段を降りて。元気？元気。超元気。あれがケン・モーガンよ。弁護士にして企業フィクサー。あとはもうタイミング見計らって落とすだけなんで。この辺でじゃあ行きますね。はい、OK。両ターゲットダウン。出口に向かう。事故死。あくまでも事故死です。どうも。今晩ホテルよ。バニャラ。はい、というわけで、5分の5サレント写真無事獲得できましたということで、今回はタイのバンコクのミッションの、ジョーダンクロスとケンモーガンを消火器を使った暗殺方法の紹介動画でした。どうも皆さんありがとうございました。また次回のヒットマンでお会いしましょう。 See you next time. Peace out.